アイテム番号 SCP-999JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-999JP は通常規格の人型存在収容セル内に収容してください。SCP-999JP は現在、その性質に対して有効な対処法が存在しません。ただ、SCP-999JP との直接的な接触またはコミュニケーションは、予測し得ない現実改変を引き起こす可能性があります。そのため、SCP-999JP に関連する実験は全て却下されます。SCP-999JP の意思、行動、環境、思想、言語、身体的性質に変更を加えようとする試みは予想外の現実改変結果を招く可能性がありますが、SCP-999JP の収容または無効化に向けての協力は常に募集されています。有効な手段など存在しない、という可能性を考慮すべきかもしれない。我々の行動すべてが、あれのために存在しているようなものだ。少なくとも、あれに対しては9回の実験、9回の収容措置、9回のインタビューが行われ、この報告書は第9版なのだ。だから、頼む。誰か、この報告書を欠陥文書としてくれ。こいつを破棄して、第、版を作ってくれ。九鬼九兵斎と、9999第9試験科主任。説明 SCP-999JP はモンゴロイド系の人型男性です。身長99センチメートル、体重99キログラムで、精密な検査により、これらの数値は一切の誤差なく、メートル法においては最小単位まで9の数字が書き連ねられる数値となります。年齢は推定99歳ですが、年に行われた初検査でも同一のデータが出ています。性格上は至って温和であり、収容にも協力的です。また、複数のインタビュー結果と精神鑑定結果から、SCP-999JP は特定の存在、特に数字、に対する執着や特別意識は持ち合わせていないことが判明しています。SCP-999JP は自身また自身の構成要素に関連するあらゆる事象または事物を無意識のうちに改変します。それらは、SCP-999JP が常に、9、という数字に関連するように改変され、SCP-999JP にとって明らかに無関係と思われる事柄に対しても改変が行われた場合、最終的にはその事柄までもが SCP-999JP に関連させられることとなります。SCP-999JP によって改変された一般社会に対する事象は、現在まで判明した限りでは9例ですが、改変前と改変後の比較が困難であったため SCP-999JP との実際的な関わりは不明です。SCP-999JP による現実改変の有効範囲は、SCP-999JP が居住する地球が太陽系の第9惑星となってはいないことから、現実世界の地球の引力圏内全領域に限られていると推測されています。また、SCP-999JP には、自身が9である、ことに関して一定の基準が存在すると見られています。SCP-999JP の性質にとって本質的に存在自体が9であると言えるのならば、計測単位の変更、価値観の変容程度では改変は行われないようです。保育収容中、SCP-999JP によって財団に関連するいくつかの事柄が改変されています。以下は、その中で現在判明しているものの一部です。これらを変更する試みはすべて、偶発的な事故によって失敗しています。収容施設ナンバーの変更。第9人型存在収容セルへの移送。SCP-999JP の収容に関連する職員の平均歩数が999歩あるいは9999歩となる。サイト、9999内での9度の死亡事故。SCP-999JP はその全てを例外的な偶然によって目撃している。精神的ストレスによって許可なく SCP-999JP に対し職員が暴行を試みる9度の事例。これらの SCP-999JP を構成している9に変更を加えるか、あるいは明確に逆らうことは、予想外の現実改変でいて修正が行われることになります。予測が一切不可能だ。
わかっているのは9という数字だけで、それが一体どの事象にどのような形で適用されるのか、適用された事象が発生したとして、我々がそれを感知し得るかどうか。博士、奴は9度の食事をし、日に9時間眠り、9回くしゃみをし、9本の歯を歯ブラシで1日に9回磨く。奴は9で構成されているが、奴がそうあるために世界はどれだけの犠牲をこれまで払い、これから払い続けるのだろうか？財団の規則は大きく歪められ、我々がそれに対応するにあたって損失した金額は9億円だ。あらゆる事象が奴によって9へと導かれるのだ。しかし、ではあるはずなのだ。奴は完全に全てが9によって構成されているわけではない。少なくとも奴は、9人目の死者、ではない。必ず限界があるはずだ。この性質に我々が何らかの矛盾を叩き付け、SCP-999JP の性質がそれを許容すれば、もしかしたら奴の暴走を止められるのかもしれない。実験主任。その時こそ、最も致命的な現実改変が発生する時だ。今、世界すべてが SCP-999JP による改変から脱したならば、そこに何が残るのかは予測不可能だ。現在 SCP-999JP はおとなしく収容施設内にいてくれている。これだけで、我々は奇跡的な成功を収めているのかもしれない。SCP-999JP が、ここにいる、という事実が、SCP-999JP が現在はいわゆる安定状態に入っていることの証拠と言えるだろう。博士。ほいに。私は本来このような声明を発する立場にはありません。しかし、サイト、9999への例外的な観察代行依頼の結果として生じた責任として、今私は本来の裁量を超えた発言が正式に許可されています。サイト、9999における SCP-999JP の収容に対する各職員の姿勢には、甚だしい欠陥が生じています。それはまさにリコーダーに詰まった唾のごとく、財団の意思を現実へと反映する活動の妨げとなっているでしょう。彼らは皆 SCP-999JP の影響下にあります。その事実は想定内でしたが、SCP-999JP のもたらす事象にはもう一つの効果が存在していたことを述べなければなりません。それは一種の予知、または未来に発生する事象の固定化です。つまり、SCP-999JP がペンを一度落としたなら、それは合計で9回落とされるべきペンであり、残りの回数の消化が未来において確定されることとなるのです。この最初の1回が、9回落とされるべき事象が決定されてから最初の1回として落とされるのか、それとも最初に1回落としたから、残りの回数も落とされることが決定してしまうのかはわかりません。しかも最も厄介なことに、SCP-999JP がペンを落としたからといって、ペンを落とす回数が9となるとは限らないということです。9という数字が、ペンを落とすこと、に適用されるのではなく、落とされたことで、ペンが壊れたこと、に適用されていたとしたら、そのペンは合計9回まで壊れることでしょう。そして我々は、9という数字に達し、すべてが終わってから、ようやく何に対して9という数字が適用されたのかを知ることができるのです。そして確実に、サイト、9999の職員たちはまさにこのペンです。彼らにとって、SCP-999JP の性質の働きは、非常に重要なことと言えます。そしてその結果、彼らは SCP-999JP の性質を極度に恐れるようになりました。過ちを犯すことは、それを繰り返すことにつながるかもしれない。そうでなくとも、自分には恐ろしい出来事の未来が9回は付きまとう。しかもそれには終わりがない。SCP-999JP は自分が9であるために世界を9にします。それは止めようがありません。SCP-999JP が現状を維持しているということは、現在彼は、比較的望ましい形での9、なのでしょう。だからこそ、職員たちは何かを成すことすら恐れています。どんなことでも、カオス理論的なごくわずかの影響であっても、SCP-999JP の9に影響を与えることは、即座に世界全体の修正につながりかねません。しかし決して忘れてはならないのは、我々は SCP-999JP
999JP の脅威を取り除く必要があるということ。それは、ただ単に下痢クソと汗が染みついた椅子にじっと尻を押し付けているだけでは実現しません。SCP-999JP は観測可能な予測不能であり、現状の安定状態は極めて危ういものと言えるでしょう。私は観察代行によって一時的に得た権限をもって、サイト、9999人事部に対し正式に指令を下ろしました。無効化が推奨されるケテルクラスの研究チームがたった9人なのは、いくらなんでも少なすぎます。我々は危うい現状に安寧すべきではありません。SCP-999JP が将来にわたって安全であるとは、口が裂けても言えませんし、口にすべきではありません。神山正蔵博士。神山博士による人事再編命令の9日後、神山博士は99、ナンバーの乗用車による交通事故で、サイト、9999人事部長は自宅で強盗に襲われ胸部を9回刺突されたことで、それぞれ死亡しました。また、それらに付随する改変として、国内の車両番号制度が変更されるような政治的決議の発生と、強盗犯自身とその親族、知人全員の記憶または過去の改変。それら人々全員の知人に対する記憶や過去の改変といった連鎖的改変の発生が確認されています。神山博士による人事再編命令は取り消され、暫定的なものであるとした上で、現行の収容が継続されることとなりました。打つべき手がまだあるという点に依存はない。だが、必要なものは今もって足りていない。オフアイブ、9。